皆様こんばんは。さあここからは LJL アフターショーをお届けします。 MC を務めさせていただきますのは武人です。よろしくお願いします。さあそして、アシスタント MC には清川玲奈さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメンテーターにはレボルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、玲奈、この番組どんな番組なんでしょうか。はい、こちらのアフターショーでは、はい、その日行われました試合のハイライト映像を見ながら、うん、各試合を振り返っていくトゥデイズハイライトのコーナー、そして LJL の各チームから選手やコーチをゲストとしてお呼びし、はい、ロルのことからプライベートなこと、ゲスト選手に寄せられましたファンの皆様からの質問コーナーなど、うん、LJL プロ選手の素顔と魅力に迫った LJL クールダウンをお届けしてまいります。はい、今回はですね、はい、LJL が誇るおしゃれ番長2人がどっちが番長なのかっていうのが決定するかもしれないですからね。そうですよね、楽しみですね、はい、それか大きく見てはレモルさんも含めて誰が番長なのか。いや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 、決まる可能性が違います違います僕はもう候補にも入ってないですから。いや俺ら入れたいですよね。そうですね、いつもおしゃれで。はい、さあレボルさん、この番組いかがですか。いやなんか今日はがっつり、はい、その、はい、プロのロルのことじゃなくて、はい、プライベートのことにがっつりやるという、はい、うね、がっつり、いや、ここまで過去なかったんじゃないかっていうぐらい、はい、振り切ってますからね、はい、楽しみですね。はい、本当にバラエティ感覚で楽しんでいただければと思います、はい、さあそれでは早速最初のコーナーに参りましょう。 Today's Highlight のコーナーです。こちらのコーナーでは本日行われました全4試合をハイライト形式でお送りしながら振り返っていくコーナーとなっております、はい、それでは早速 VTR、はい、どうぞ。さあ、トゥデイズハイライト Day19、今回はレボルさんと一緒に振り返っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲーム1はデトネーションフォーカスにバスアクシズ。デトネーションフォーカスには1位確定が、アクシズはプレーオフ進出に向けて譲れない一戦でした。なんでトリンダミ開けちゃったんでしょうね。なんでなんでしょうね。さあファーストブラッドサンプはトルツーが身を押し込みながらエビのタイル削っていったんですが、ミニオンブロックでタワー一発多くもらってしまった。このチャンスをエビが見逃すはずがありませんでした。味方のミニオンに邪魔されてしまいましたが、遮られてしまいましたね。さあ続く5分前、トップダイブはアクシズ、スティールも警戒していたんですが、ここはメグミンまで寄せていたアクシズが2ストレートに持ち込みます。ここのところテレポート使わずにミッドレーンからトップに寄ったメグミン選手の動きは素晴らしい良かったですね。なんとかギリギリ生き残りましたし、これでまたどうにかなるかなとも思ったんですが、さあ続いて9分のヘラルド前、アクシズも構えていたんですが、ヤハロンのこのフラッシュチャームで育った恵みに抑えて2キルヘラルドと2キルとヘラルドの獲得につなげていきました。やっぱりここの物資のアドバンテージをうまく生かした仕掛けというと本当に素晴らしかったですね、さらには2キル取ったトリンダメアのエビがですね、いやー、凄まじい活躍でしたね、また MVP 取ってしまいましたね。さあ続いて15分はボットダイブ、デトネーションフォーカスミ、サンチュもうまくさばいているんですが、すでにゴールド差が広がっていました。あっという間に溶かされていきました。まあ、ここのボットのところ、スノーボール狙っていくところに対してフォーカスミが先手でポジション取ってのは良かったですね。さあ17本、ローテーションをずらしてでもヤハロンのキャッチに成功アクシズ。ただその間にデトネーションフォーカスミはボットのタワーを攻め続ける。エビがダイブをしながらキルを獲得、カバーに来るアクシズに対してのスティールの立ち回りもお見事でした。こういったところで、まあ、4人かけて、キルを取りに来たところに対するカウンターのアクションは素晴らしかったですし、しっかりとミニオンウェーブを押し付けているというところは本当にいい動きでしたね。ここからスティール1対3なんですけど、身長ナーフされたはずなんですけどね。めちゃくちゃ長生きした上でここをユタポンがすごい位置からぐるっと囲い込んで、あとは格好撃破となりました。あのジンクスのルートじゃないですね相手の陣地ですからね。レッドサイドのジンクスが取るような動きでしたけどね、さあこれによってまたしても多くのキルを獲得。続いて19分、タワーが割れる前にアクシズなんとか仕掛けようとはするんですが、スティールが三日月投手で完全に陣形を分断、固まったところヤハロンがエバーフロストで捕まえると、あとはなだれ込んでいきました。しっかりと、まあ、仕掛けられる前のところでセジュアニーの体力を削り切っているという形が本当に素晴らしい動きだったと思いますね。さあそこからリフトヘラルドを消化し、なんと2日連続のリフトヘラルドダンスとともにデトネーションフォーカスミレギュラーシーズン1位通過を確定させました。続いてゲーム2はクレストゲーミングアクト VS V3 e スポーツ。 CJ はファーストピックのゼリー、 V3 はラストピックでレナータが出てきて注目でした。動いたのは試合時間2分、早いガンクは CGA、 ネモのフラッシュオートアタックスネアからファーストブラッドハイブリッドへ、
レナータのアイテムがレリックではなかったといったところもあって、ミニオンの獲得が遅れたのも大きかったですね。さあ9分前のヘラルドファイトはユニカがヘラルドのスティールに成功、しかしキルはハイブリッド、さらにゼリーの追撃の強さが出てダブルキルまでつながりました。こういったところヘラルド、まあ、スティールされたもののラッシュする判断をすることによって V3 のコミュニケーションにズレを生み出した CGA の判断、非常に良かったと思いますね。さあ続いて11分、ユニカがネモを捕まえますがダメージが足りない、逆に CGA が2キル獲得となりました。ここカイサがまだボットでプッシュしているタイミングでミッド周りで仕掛けてしまっているといったところの連携のズレもありましたし、ここさらにはゼリーは寄るのが早いですね。もう次々にハイブリッドにゴールドが集まっていきます。続いて13分、ボットダイブは CGA、 ここはヘテルレナードの敵対的買収とユージョのポータルワで挟み込むことに成功、しかしハイブリッドギリギリで生き残り、追いかけてきたドレスコードはネモがしっかりと捉えていき、結果は 4-2 トレードとなりました。ここ本当にやっぱりハイブリッド選手が生き残ったということが非常に大きかったですね。さらにはファイトするところ非常に攻撃的なポジションで戦い続けてるんですけど、足りなかったですね。足りなかったですね。さあ16分、ミッドレーンにヘラルド召喚からタワー破壊に成功、ワシダイがカイトのキルには成功しますがハイブリッドはダブルキルとタワー2本につなげていきました。まあ、ミッドのところタワーを一つ犠牲にして相手を奥深く、戦わせて一気にカウンター狙ったんでしょうけど CGA の仕掛けが鋭かったですね。さあ22分、順調な CGA、 カイトの影星からドレスコードがなんと一瞬でキルされ、そのままチェイスからエースまでつながる集団戦となってしまいました。カイト選手の本当にベックスが素晴らしい動きをずっと続けてましたし、そこでまあゲームの集団戦の流れを作ったところにハイブリッド選手が後から入っていくという形が非常にキレでしたね。本当にこの試合ハイブリッドへのゴールドの入り方が順調すぎましたね。とても順調でしたね。さあ27分、 CGA はゴールド差を生かしながら強引なこのタワーライブ、そのままネクサスまで貫いていきました。ボリベアがいるからこそ可能なタワーライブでしたね。そうですね。さあそしてもう育ったハイブリッドが止まらないという展開でした。さあ続いてゲーム3はバニコア VS ラスカルジェスター、ドラフトではゼニーに対して RJ がセナをピック、さらにはサポートリーシン、注目でした。リーシンがどこに行くのか全く分からなかった中でのスタートでしたが、まさかのサポートでしたね。でしたね。さあそして3分30秒、激しい 2v2 のボットレーン、先にガンクにやってくるのはフローレス、藤本フックの深い成功からサポートリーシンの強さが出ましたね。ここ生存能力の高さが凄まじかったですね。あとは地味にこうフローレス選手がジャングルのルートを変えて意表をついたガンクを狙ってるんですけど、それによってボリビアの通常のガンクルートと、まあ、ジャングルルートを被ってしまったのでカウンターがきれいに刺さったという側面もありましたね。これによってファーストブラッドをソウルが獲得しました。さあ続くシーンは6分前、ミッドから即座に動くのはやはりリキャップ、ジャングルのキャッチに成功するとそのままボットのダイブで3キルまでつなげていきました。ミニオンのウェーブの主導権を握っている時のラスカルジェスターの攻撃体の動きの精度の高さといったところ、これでもかと出ていたシーンだったと思います。今シーズンの RJ の強さを一つ象徴するようなシーンでもあったと思いますね。そうですね。さあ続く9分、ミッドナイトはバーニンコア、ニーチトレードでバーニンコア有利と思ったんですが、この後のハチャメチャのストップウォッチ対応完璧でした。見事でしたね。ギリギリまで敵のダメージを引きつけてのこのストップウォッチ、お見事でしたね。ここから生き残って結果的にはなんと 3-1 トレード RJ となりました。さあ14分前はフェイスチェックになったところをバーニンコアが許しません。シャットダウン込みの3キル獲得し、バーニンコア大きくゴールドを稼ぎます。ここでキルを重ねたことによってバーニンコアが一気に3000ゴールド差ぐらいまで詰めるという形になりましたし、ゲームの流れは一気に変わったかなと思ったんですけどね。ここからしばらくワニコンうまくはいっていたんですが、動いたのは22分、ソウルのかかったドラゴン前、このシークレットのインセックですよ。ジャングラーですかサポートなんですけどね、見事な動きでしたね。本当に見事なキックでした。これがドラゴンソウルへとつながるアクションになりました。さあそして24分、バーニコは愛の追いかけたんですが捕まえきれず、味方のゴールに合わせて反転していくのはラスカルジェスター、そのままボットを押し込んでネクサスまで到達しました。ここのところの一応仕掛けさせて引いて反転という流れが非常に綺麗でしたね。しっかりと押し込んでいるからこそできるような動きでもありましたね。さあ面白いピック、そして素晴らしい形での勝利を挙げました。そしてゲーム4、戦国ゲームバス福岡ソフトバンクホークスゲーミング、3度目の九州ダービー、注目は木夏のジェイスでしたね。こ
ここのピックは本当に予想外でしたね。そしてそのジェイスが動かしていくのは6分ヘラルド前、ファーストブラッド、キナツがパズを追い込んでからのファーストブラッド、さらにはここにライナが合わせてジェットのキルまで成功させていきました。ボットレーンのところをうまくガンク刺さらないので、そこを捨ててミッドトップサイドでゲームを作っていくプランに切り替えて、キルを見出した、見事な判断だったと思います。さあそして10分、ボットのタワーを狙う戦国に SHG が仕掛ける動き、ブランクライナーに飛び込んでキルは取るんですが、ワンスも隠れて待っていた、ダッシャーのチャームが当たればというシーンもこの後ありましたが、ここは11トレード、タワー破壊は戦国となりました。いやただそのダッシャー選手の強気の判断が本当ここギリギリでしたね。ギリギリでした。当たっていれば展開また違ったものになってたのは間違いないです。さあそしてここは戦国はしっかりしたバロンだったんですが、このスティールはブランク、これは戦国ゲーミングとしてはバロンを守るためにできることは全てやったと思いますね。しっかり奪い取っていきました。さあその後ゲームは伸びて34分、ドラゴンソウルがかかったスマイト勝負は今度はハニーの助けもあってワンスが勝ち切ります。そこからオーシャンソウルの力で一気に戦国が勝ち切っていきました。ポジションアドバンテージをうまく作っているというところも非常に大きかったですし、地味にこうマーブル選手が取り残されてしまった影響もありましたね。少しだけ合流が遅れてしまいましたね。そんな中でしっかりと取り切った判断見事でしたね。さあそこからバロンまでつながって一気にネクサスを目指すブランク、思い切って仕掛けたんですがここは逃げるのが早かった、まあ、もうこの状況仕掛けるしかない状況でしたから、ある程度戦後ゲーミングとしてもブランク選手のインセクキックの狙いというのは見透かして待っていたと思いますね。準備ができていましたね。さあそのままネクサスを破壊に成功、37分にわたる熱戦を制したのは戦国ゲーミングとなりました。さあそれでは本日の試合結果から武田さんお願いいたします。はい、勝手さん、レボロさん、ありがとうございました。さあ本日の試合結果このようになりましたと。さあこれを踏まえまして気になるランキング見ていきましょう。はい、このようなランキングになりましたが、レイニャ気になるのはこれあれですね、プレーオフなのか、そうですよね、順位がこう決定なのかとかね、はい、とその辺なんですが、すね、レブルさんいかがなんでしょうか。そうですね、もうプレーオフ出場するチーム、はい、6チームというのは今日で確定しましたね。はい、ただその1位も確定していて、で7位と8位も確定している、はい、ただ2位と3位がどちらになるかまだわからないですね。どちらかが2連勝してどちらかが2連敗する可能性もあるので、はい、あ、なるほど。ただこの勝利数のままだと直接対決で戦国ゲーミングが2勝1敗なので、ね、勝利数が並んでいる状況であれば戦国ゲーミングがアラスカジェイさんに対して有利ということになります。そして4位と5位も1勝差なので、はい、残り2試合ということを考えるとまだ分からないですね。プレーオフを踏まえるとやっぱり2位に入ることが第一。そうですね、あとは3位4位に入ることもやはり重要になってきますね。なるほど、3位4位のどちらかが5位6位、はい、あ、3位が5位か6位のチームを指名する形になるので、指名できると、はい、なので3位と4位のところのチームは、1戦目プレーオフの1戦目では戦わないんですよね。なので戦後ゲーミングかラスカルジェスはどちらが3位になるかわからないですけど、はい、そのチームと戦わずに済むというのは結構大きなポイントかなと思いますね。なるほど、じゃあ順位もやっぱり大切になってくるということで、残り2試合ですが、はい、大事ですね。はい、はい、ということで以上トゥデイズハイライトのコーナーでした、はい、さあ続いてはこちらのコーナーに参りましょう。 LJL クールダウンのコーナーです。本日も普段は見ることのできない選手の素顔やパーソナリティの部分に迫っていきたいと思います、はい、そして本日のゲストは、はい、バーニングコアより夕日選手、戦国ゲーミングよりエンティ選手にお越しいただきます、早速お二人とつながっているようですのでお呼びしたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、あ、手振ってくれてありがとうございます、うん、さあまずは簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。夕日選手からお願いします。バーニングコア所属 ADC 担当の夕日です。お願いします。はい、よろしくお願いします。続いてエンティ選手お願いします。戦国ゲーミングでサポートしてます、エンティです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあまずは今季振り返っていかがかというのを聞いてみましょうかね、はい、夕日選手いかがでしょうか。ここまでそうですね、結構まあもっとうまくやれたシーン多いなって感じで、結構、まあ、後悔もあるんですけど、はい、まあでも勝った試合も数多くあるんで、はい、まあ春の成績としてはまあまあ大丈夫かな、大丈夫っていうか、はいはいはい、まあまあかなみたいなことですね、はい、まあまあですね。はい、ありがとうございます。エンティ選手はいかがでしょうか今季ここまで。まあ
まだ終わってないんですけど、はい、まあ、とりあえず、まあ、2位できそうなんで、まあ、悪くないかなって感じですね、僕も。まあ、今2位につけてますからね、はいはい、このままいければというところですね、はい、はい。さあ、ここからはですね、いくつかテーマを設けまして、それにまつわるエピソードや皆さんの考えなど聞いていきたいと思います。まず一つ目のテーマはこちらということで、おしゃれポイントということで、おしゃれポイントなんですよ。お二人ともおしゃれ好きなんですよね。そうなんですよ。はい、はい。さあ、今回はですね、LJL のおしゃれ番長会と題しまして、はい、LJL 切手のおしゃれさん二人に普段どんな服装をしているのか、どんなところにこだわっているのかというのを聞いていきたいと思います。じゃあまずはですね、おしゃれにこだわり出したのはいつ頃からかというのを、はい、ゆうひ選手からお願いします。そうですね、僕は高1とかで、はい、そのなんか友達とかとなんかそのバイトしたお金で、はい、なんか何に使うかみたいな話になった時に、ちょっと服買いに行こうぜみたいな話になって、でもそこでなんか結構もうハイブランド系のとことかも行っちゃって、はい、ここで興味持って、あーなるほどって感じですね。あー、でもその頃はハイブランド買えないですよね、学生時代はね。まあそうです、だからそのバイトのお金、うん、もうほぼその例えば1着2着とかで、うわー、つぎ込んで買い切っちゃうみたいな。そうですね。うわー、それはこだわってるな。だってバイト代ほぼ全額つぎ込まないとね、ハイブランド買えないですからね。はい、さあ続いてエンティ選手、こだわり出したのはいつ頃からですか？僕は、まあ、全然おしゃれじゃないんでわかんないんですけど、はい、まだおしゃれに目覚めてないですね、そもそも。まだ目覚めてない。はい。おー、でもね、ヘアスタイルとかすごくこう、ね、髪色とか変えてるイメージなので、すごくおしゃれに気使われてるのかなって思ってました。あー、マジっすか。全然おしゃれじゃないっすよ、もうそんな夕日くんに比べたら謙虚ですね。毎回なんかね、アフターショーかましてくる癖あるんですよ。あ、レモルさんいいですよ。いや、じゃあ戦国ゲーミングの中ではエンティさんはおしゃれの方じゃないんですか？え、どうなんすかね。でもパズの方がおしゃれかもしんないですね。パズいろんな服のブランド知ってたり、なんか買い物とかもよく行くんで、はい、パズの方がおしゃれかなって思います。おー、パズさんに影響されてなんか買ったりとかしたんですか？パズに影響されて買ったのは、なんだろう、あないかな。あ、ないんですね。ないかな。ないね、影響を受けてないんだ。知ってるとこ多い。もともと僕が、はい、興味ないんですよ、なんかおしゃれっていうか、あんまり興味なくて。じゃあ、でも後で聞きますけど。そうですよ、でもちょっと写真あるんですよ、2人の。そうですよね、本当に興味ないのと思いますよね。じゃあまずはちょっと夕日選手の写真から、はい、こちらで、ほら、おしゃれでしょ。夕日選手、これはこだわりは、こだわりポイントどこになるんでしょうか？まあ、こだわりはこの、はい、なんだろう、この一番上に着てる、はい、なんて言うんだろうな、めっちゃ丈長い、はいはい、シャツというかコートというかね、まあシャツですよね、はい、なんですけど、これがなんかボタンのとこがなんかチャイナ服みたいになんかボタンになってて、あー、なるほど。それが結構可愛いんですよね、この服。今ネクタイしてて見えないんですけど、あの紐で引っ掛けるみたいになってるんですね。そうですね。へー、これネクタイはなんて書いてあるんですか？これはカカオ笑いかな、多分読み方わかんないですけど。で、ここに白のバッグを持ってくるところがポイントですか？まあ、これはなんかあの普通の買い物袋で買った時に、あ、なるほどなるほど、あれってやつなんですけど、こういうモノトーン系が多いんですか？そうですね、もう基本服はもう真っ黒っすね。これはおしゃれだ。奥に招き猫ありますけど、これはこれ実家で撮った写真だったので、実家の玄関なのか。あ、そうです。なるほど。はい、さあ続いてエンティ選手の写真が、おお、はい、おっきいも、はい、こちらということで、これあれですよね、前回言ってた高額。そうです、そうです、そうです。これフェンディですよね？そうですね。いくらでしたっけこれ？50万ぐらいですね。おしゃれ目覚めてないじゃん。目覚めてるじゃん、これ。目覚めてないじゃん、逆、目覚めてるじゃん。はい、しかも前に言ったと思うんですけど、はい、あの一目惚れして買ったやつなんで、はい、そう、な、色がいいなって思って。あ、色が良かったんですね。値段見ずに買っちゃったやつなんだ。はい、値段見ずに、レジってどう思ったんですか、これ？
なんかその値段つけられた時に、はい、マジかやめとこうかなって思ったんですけど、はい、まあもう行くしかないってことで行きました、ね、あとやっぱり服に一目惚れする人ってやっぱおしゃれだと思うんですけど、ね、いやそうですよね、興味なかったら惚れないですよね、確かに、マジですか、うん、はい、だってこれまずね裏であれですよね、ロゴがでっかく載ってますよね、え、そう、後ろがめっちゃかっこいいんですけどなのに正面を出してくるっていうおしゃれさ相当おしゃれですよ、これちょっとマネージャーが撮ってくれたんですけど、はい、ちょっと撮り方下手っすね、はい、ちょっとこだわりを、もっとかっこいいのに、はい、もっとかっこいいのに、いや素晴らしい、でも2人ともすごいですよ、うん、ちなみにレイニャン、はい、前から2人歩いてきたらどっちの服がいいですか、どっちもあんま好きじゃないかどうしよう嘘だろう、おエンティさんが小声でマジかって言って50万もかけたのにってエンティさんどうですか、いや俺来たらかっこいいっすよねえ失礼ですよね、失礼ですね、ちょっと失礼ですね、ゆうさんどうすかどっちも良くないっていうのは、いや俺はもう人の目とか気にしない、自分の好きな服着てるんで別に、おーかっこいい、それはかっこいい、なんかやっぱりああいうモロトーン、はい、幼児山本系の服を着る方は、ね、はい、我の道を行く感じありますよね、本当ですね、ちょっとエンティさんは不服な感じは出してますけどねえ、あれ写真が後ろ側だったらまた違いましたよね、そうですね、あと着てるとことかね全然違うんでね、やっぱチャック閉めてる閉めてないでも全然違うから、やっぱりとなるとマネージャーの方が悪いってことですかね、はい、そうですね、うわ今ちょっと男としてあんまかっこよくないですけどねあ、じゃあ普段どんな服が好きなのかっていう系統も聞きましょうか、今一応写真はあれでしたけど、はい、ゆいさんは本当、はい、もう黒が好きなんですか、そうですね、そのさっきエボレさんが言ったみたいに、はい、幼児は元の服がめちゃくちゃ好きで、やっぱそうなんだ、そうなんですね、そうですよ、うちのおしゃれ番長もやっぱ分かってるんですよ、分かってますね、さすがですね、幼児山本なんですね、さすがです、エボレさん、いや言わされてるかしら、さすがです、本当に幼児山本って呼ばなきゃいけないですね、レボレさんのことね、これからですか、違う違う違う、言うんだったら、ね、ゆうさんにですよ本番前はうちのドン小西って言ってたんですよ、俺ちょっと失礼だったな、滑ってます、ああ、はい、しっかり言われたエンティさんは面白い、エンティさんはどんな系統の服が好きなんですか、どんな系統、いや本当にあれしか持ってなくて、あのなんか T シャツにあれ着たり、あもう本当マジで何もないっすよ、もうユニクロで買った普通の服みたいな、うわだからこのハイブランドから安いものまでこれ混ぜるミックスする一番流行ってるスタイルですよね、あそうなんです ねそうなんすか響かないな響かない今日一日俺響かないよ、レボルさんにも響かないしレボルさんなんか聞きたいことありますか、あまあやっぱりなんだろう、今年の春夏何買おうかなと思ってるとかありますかね、今季ね狙ってるものなんかね、うん、はい、ゆうひ選手、いやなんか前から決めて狙うとかあんまなくて、うん、そのお店とか行ってお店とかネットで見て、はい、なんかもう結構あこれ良くねみたいな、もう一瞬で決まっちゃうみたいな、そういう感じの買い方してるんで、おしゃれだな、どうなんですか、でも結局、はい、まあなんか似たようなの買っちゃうんじゃないですかね、まあ好みがね似てますからね、やっぱ自分だから ね、うん、さあエンティさんはいかがですか、今季なんか狙ってるものあります、いやないっすね、俺もなんか買い物行ってやっぱ一目惚れしてあこれいいなって思って買うんで、なんか狙ってるものとかは特にないっすね、おしゃれだなやっぱり、もう俺なんかガチガチに狙いに行ってますからね、あそうなんですか、今季はこれだろうみたいなね、レボルさんはどうなんですか、僕ですか、今季狙ってるもの革靴かな、おお革靴の世界も深いですからね、あの、はい、買い物行くタイミングっていい、はい、あのやっぱりオフシーズンに入ってからってなるんですかね、ああそうですね、どうなんでしょうか、ゆうひ選手、そうですね、まあシーズンにしか行かないですよね、やっぱりその今季どちらも非常に活躍されている中でやっぱりこう奮発して何か買おうとかってそういうのあったりするんですか、あいいですね、シーズン終わったらね、うん、ご褒美として、ゆうひ選手なんかありますか、まあそうですね、まあ最近あんま服買えてなかったし買おうかなとは思ってたんですけど、はい、ぐらいもうエンティさんみたいなクソ高い服は買えないですけどクソ高いクソ高いエンティさんは、まあ、そこそこ、はい、
そこそこのいっちゃうかなっていうことですね。はい、エンティさんはどうですか。俺も、まあ、オフシーズンに買いたいですけど、今年優勝するんでちょっとオフシーズンないんですよね。なるほど、かっこいい。じゃあ優勝するってなると、まあ、やっぱり国際大会も行ったりして、ね、オフシーズンがなくて、はい、多分オフシーズンになるのは11月とかになっちゃうと思うんですよ ね、 そ、 すね、まあ、その頃になんかでっかいものを買うみたいな感じですか。そうですね、もうもしそこまでオフシーズンなかったらもう本当にでっかいもの買おうかな。それまたアフターショーで教えてくださいね。はい、はい、それが世界に行ってね、免税店とかそっちで買うっていうのもありますよね。そうですよね、確かに。世界まで行けばね、はい、さあ、あとおしゃれで、おしゃれして行きたいデートスポットとかあります？こんなとこ行きたいなみたいな。ゆうき選手。いやまあ将来ですよね、はい、将来ちょっと車の免許持ってないんですけど、はい、なんかもし車の免許取って、はい、そのプロとか辞めた後とか、はい、そういうなんかのんびりする時間とかに、まあ、なんかドライブしながらなんかちょっと綺麗なとこ、はい、夜景綺麗なとことか、なんかあんま人いなさそうな静かなとことか行ってみたいです。いいですね、いいデートですね。エンティ選手は。俺はあんま興味ないんで、ちょっととりあえず飲み行きたいですね。まあ彼女いないんですけど。彼女できたら飲み行きたい。はい、彼女できたらちょっと飲み行きたいですね。なるほど、ちょっとレイニャンにどっちのデートスポットがいいか聞いてみましょうか。いや夜景が見える静かなとこか、はいはい、単純に身近な居酒屋、どっちがいいですかデート。どっちもやだ。どっちも嫌だって。じゃあどこ行きゃいいの。いや私はもう家でいいです。家で、インドアなんで。家がいい。私もインドアなんで、はい、あんま出かけたりしたくない。面白かったのが今2人ともショック受けてましたね。エンティ選手だけじゃなくてユウヒ選手もマジかって言ってました。いやだってデートで居酒屋かドライブ、これがなしってなっちゃったらね、まあなかなかどこ行きゃいいのよっていうね。そうですよね、まあ、ですよ。家にいればいいよ。またちょっとね寂しい感じもしますね。本当ですよ。そうですか。まあ人によりますから、まあ、人によりますからね。はい、さあ続いてのテーマに参りましょう。続いてのテーマはこちらです。美容で気を使ってるところということで、さあおしゃれさんは服装だけではありません。今の時代男性も美容が大事ということで、お二人はどんなところに気を使ってるか聞いていきたいと思います。そもそも美容に気を使ってるのかということですよね。普段から心がけてることなんてあるんでしょうか、ゆうひ選手。まあそうですね、学生の時はもうめちゃくちゃ肌荒れとかひどかったんで。でも綺麗に見えますけど。はい、今はもうその分もうめちゃくちゃ気を使って、あ、洗顔もちゃんとしないとなみたいな感じで、まあ一応気使ってますね。一番スキンケアですね。いいですね。エンティ選手は。気使ってはあんまないんですけど、はい、まあ僕去年か一昨年にこのアートメイクって言ってこの眉毛をやってみたいんですよ今私。それ、はい、をやりましたね。いいな。やっぱり手入れ楽になるんですか、あれやると。手入れっていうか、もうなんか形を取ってくれるので、なんかその邪魔なとこだけを剃ったりこう抜いたりして、まあ、あとはなんかも入れてるんでその形になるみたいな。あ、そうなんだ。どのくらい持つんですか、アートメイクって。なんか代謝がめっちゃいい人はもうなんか1年未満とかで消える人もいるし、でも代謝がなんか悪い人は2年とか3年とか持つらしいですね。いいな。いいですね。アートメイクやってみたい。レボルさんは普段からここからかけてるとか。いやまあ普通にあれです、化粧水と乳液をやるだけです。やってんすね。俺ぐらいおじさんだったらもうニベア一択ですけどね。ニベア塗っちゃえばいいでしょみたいに思ってますけどね。そうなんですね。すごいな。いいですね。あ、これ聞いてみましょうよ。美容関係で高い買い物はっていうのあるかどうか。はい、ゆうひ選手。高い買い物、まあ美容っていうかわかんないですけど、はい、なんかビタミン剤みたいなの買って今飲んでます。あ、飲んでるんですか。 そうですね。それどのぐらいの値段するんですか。あんまやった1万ぐらいかな。あ、そんなやっぱいい値段しますね。ですね。エンティ選手は。僕は一番高かったのは整形ですかね。何急にカミングアウト大丈夫。そう、実は、ね、言ってなかったんですけど。え、何のカミングアウト。今ドキドキしてるけど俺。何したんですか。何したの。実はね、鼻を整形したんですよね。嘘。なんでそんな自然に言うの。
去年か一昨年ぐらいにしたんですけど、はい、自分では結構変わったなと思ったんですけど、そのお母さん、ちょっと実家帰った時にお母さんになんか俺顔変わったって言ったら、はい、うん、何もわかんないって言われて、いや整形したんだけどって。え、そうだったんですね。え、そうだった。え、高くしたんですか。え、な、そうっすね、なんか耳の軟骨をこの先に入れて、しっかりやってる。そう、あと微前縮小ってやつをやりましたね。あ、いいですね。でもそれいくらぐらいしたもんなんですか。それも 4,50 万だったかな。なんか使い方がドカンって一発って感じ。そうですよね、かっこいいですね。なんだよ、美容へのお金の使い方かっこいいですね。カミングアウトがかっこいいな。俺もちょっと美容のカミングアウトしようと思ったんですけど、かっこ悪いんですよ俺。え、何ですか。俺ハゲの薬飲んでます。AGA 対策。 AGA 対策。え、効果ありました。はい、効果めちゃくちゃありますよ。あるんですか。腰に毛が超生えてきちゃって、頭に来ねえのと思ってますよ。なに、俺もかっこいいこと言いたかった。自然にカミングアウトしたかった。いや、ちょっとカミングアウトびっくりな内容でしたね。びっくりよ。さあ、レボロさん何か聞きたいことありますか。いや、そうですね、となるとやっぱりこう自分でチャームポイントとかどこを持ってるのかなっていうのが気になりますけどね。ゆうひ選手はチャームポイントか、もしくは何だろう、あとは自撮りするときに気をつけてることとか。あ、なるほど。なんだろう。え、なんかあるかな、角度みたいな。あ、そういう、どの角度が。なんだろう、こっち側が見えてる方がいいんですよね、この今ちょっと髪めっちゃ長くて切れてないんですけど、はいはい、このこっち側がいいっす。こっち側から撮られてるんですね。はい、もしよかったらあのタイミングいい時でいいんで、はい、ツイッターに写真上げてほしいですね。そうですね、シーズン中忙しいと思うんであれなんですけど、うん、自分のお気に入りのね、この角度。はい、ノーコメント。いや、いいですよ、あげなくても。気が向いたら。はい、エイティ選手はいかがですか。あ、まあ、チャームポイントで言ったら、はい、目ですかね。鼻じゃねえの、鼻があったのに。目はね、自然なんでね。あ、なるほど。目が一番綺麗ってよく言われるんで、目が一番好きですね。いや、目確かに綺麗ですよ。かっこいいですよね、目ね。さあ、レイには何か聞きたいことありますか、美容系で。そうですね、はい、なんか憧れの人とか理想にしてる人とかいらっしゃるんですか。これに近づきたいですよね。はい、はい、ゆうひ選手どうですか。あ、憧れの人ですよね。あの、名前出していいのか。いいですよ、いいですよ。はい、あ、本田恭也さん、人がいるんですけど。本田恭也さん、はい、モデルさんなんですね。はい、結構高校生ぐらいの時から、はい、あの、かっこよくてめっちゃ好きで憧れてます。あ、いいですね。調べてみます。調べてみます。はい、エンティ選手は。俺、ちょっと名前出していいかわかんないんですけど、はい、やっぱレボルさんですね。レボルさんのどの辺に。いや、レボルさんってすんごいおしゃれだし、おしゃれかっこいいし、なんか、なんて言うんだろう、なんかめっちゃ、はい、深いじゃないですか、いろんなことに対して。なんかもう何でも知ってるイメージがあるんですよ。わかります、ありますよね。そう、だからなんかすごい、なんかそういう人憧れだなって思います。わかります、エンティ選手すごいわかる、うん、なんか人間の重みを感じますよね。はいはいはい、深さと深さありますよね。俺みたいな軽いやつと全然違うんですよね。はい、そんなことないですよって言ってよ、エンティ選手。納得じゃないのよ。レボルさんいかがですか、そう言われてますけど。いや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 、なんか逃げうまく逃げられたなっていう感じがしますね。他に別に理想の方がいらっしゃると思いますね。いや、でも本当だと思いますよ。そうですよね。俺だって3年間食事断られてますから、レボルさん。いつか行きたい。そうなんですか。そうなんすよ。いや、だってコロナがね、しょうがないじゃないですか。コロナ開けたら3人で行きま、あ、4人で行きましょう、ゆうひさん。いや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 。巻き込まない。レボルさんと4人で行きましょう。お金は出すから、本当に。あ、じゃあ行きたいっす。じゃあ行きたいありがとうございます、はい、さあ続いてまいりましょう。はい、それでは最後にファンの方からお寄せいただきました質問をご紹介させていただきます、はい、まずはゆうひ選手への質問です、はい、ハンドルネームグラポンタさんから、はい、グラポンタさん、年々 LJL のレベルも上がってきていると思いますが、うん、お二人は今期の LJL のボットレーンについてどういう印象をお持ちでしょうか。またそれぞれに意識しているボットレーンのコンビはいらっしゃいますかということなんですけども。しっかりした質問。はい、そう、ファンの方がしっかりした質問を送ってきてるんです。そうですね、しっかりされてますね。お前らちゃんとしろよって。
そうですね、はい、ゆうき選手お願いいたします。はい、お願いします。まあそうですね、結構まあどのボットレーンもまあ強いなとは思ってるんですけど、まあそれ以上にあの自分の実力とか知識とかも今ついてきたんで、まあ印象としてはまあそんなに今までぐらいビビるとかそういうのはなくて、まあ戦っていけるだろうなとは思っています。ちなみにエンティ選手はどうですか、意識してるボットレーンとかありますか？俺はね全員意識してるんですけど、やっぱりこのやってみて思ったのがユタポンハープはマジでうまいなって思ってるんで、やっぱそれちょっと倒したいなって思ってますね。おー、いいですね、ありがとうございます。続いて、エンティ選手への質問です。ハンドルネームちびっこたーくんさんから、先日のライナ選手とのトークコーナーでお互いの印象を話されていましたが、今回もお互いの印象を聞いてみたいですとのことなんですけど、本日の2人ね、そうですね、お二人に質問でしたね、はい、失礼いたしました。ゆうひくんのことですよね。そうですね、まあ俺は最近ゆうひくんなんかビビってザヤしか使ってないんで攻め込むな、ちょっとビビってんじゃないですかね。ザヤ強いじゃん。でもいやでもめっちゃ負けてるけどね。いいですね、シールドついてるけど、バチバチ、まあ確かに、いいですね、こういうトーク系のいいですね。一方ゆうひさんはエンティさんのことどう思ってるか。まあ意地悪い人っすね。今言われたらね、そりゃそうっすよ、そうそう、結構いじめてくる人なんですよこの人。でもそうやってみんなと仲良くなっていくタイプですからね、エンティさんね、はい、ありがとうございます。はい、ということで本日本当に盛り上がったんで、もっと聞きたいんですが時間が迫ってしまったということで、はい、本日のトークショー以上となります。最後にですね、一言ずつ視聴者の皆様にメッセージの方お願いします。まずはゆうひ選手からお願いします。レギュラーシーズンももう終わってしまいますけど、まあプレーオフも出れるので、まあからまあ続けて応援していただければ嬉しいです。お願いします。はい、皆様ご期待ください。さあ続いてエンティ選手お願いします。とりあえずレギュラーシーズンあと2回なんですけど、あと全勝すれば2位なので、はい、とりあえず勝ちたいと思うので、応援よろしくお願いします。はい、皆様応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、バーニングコアよりゆうひ選手、戦国ゲーミングよりエンティ選手でした。ありがとうございま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 した。はい、ということで本日のアフターショー以上となりますが、レボルさんいかがでしたか。いや、なんかまさかの整形告白があると思って、びっくりしましたよね。ちょっと俺そうなんですよ、ドキドキしちゃいましたね、はい、びっくりしました。別に俺からの質問で出てきただけで、別に俺誘導してないですからね、ま、なんか責任がなんかなんか、ま、全くさらっとされてたので、そうなんですよ。ただすごいですね。本当ですよ。はい。でもなんか責任感じて、俺もお返しカミングアウトしちゃったよ。なんか腰の毛がすげえ生えてきたっていう、よくわかんない。なんだあれ。なんか乗せられちゃいましたね。乗せられちゃいましたよね。本当に面白かった。レイニアいかがでしたか。そうですね。まあお二人とも2回目の出演じゃないですか。はい、もう前回よりもたくさんお二人のなんかパーソナリティの部分に知れて、本当面白かったです。今日。いや今日はもう本当レイボールさんもレイニアもパーソナルな部分が見れてよかったですよ。そうですね。はい、ただあの。お二方は結構、はい、あの清川さんに否定されたので、ね、そうなんですよ。意外と男性に厳しいんだなということが分かったんでね。あの選手たちのマジかよっていう声が聞こえると思わなかったですね。面白かったですね、はい、今日もね。面白かったです。はい、はい、ということで次回のアフターショーのゲストはバーニングコアよりフローレス選手、そしてダイス選手にお越しいただきますということで、はい、さあ次回の放送は3月23日水曜日18時からということで、皆様お見逃しなく。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。